不具合が、不具合が起きてる。精進しますね。悔い改めてもらって。はい。僕まだ。頑張りましょう。はい、そうですね。まだ僕、はい、今日ゼロ勝なんで。リベンジしましょう、一緒に。はい。ぜひ。アイセンさん、あと全部右。あ、違う、アッパーにもいる。アッパーの滞在時間長いな。何してんのこれ。セキュリティ、カメラ光ってる。アピールだけする。そしたらシールズかウェポンにそろそろ1つく。ついた。エレクトリカル出た。2出た、1になった。エロちゃんが今移動してた。ヘンリーさんが移動してる。アイセンさんがカメラ見てて死んだのかこれ。そういうわけじゃないか。アイセンさん十字路北上。なんだ意味がわからない。なんで今ので北上になるんだ。ああ死んだ。はっ、生きてた。アイセンさん白か。結構開幕から黒っぽい動きだなって思ってたんだけど、そういうわけじゃない。もいもいさんの色が変わってるな。ストレージ、ストレージでこれ人死んでる？死んでないな。あら、お、めっちゃナイスボタンだ。絶対死んでると思った。そうっすね。ちょ、誰も死んでないから、まあ余計なこと言うのやめとくか。まあ今死んでないかなと思って左を見に行きましたけど。はい、ポコさんですか？違いますよ。ポコさんですか？カード違います。全然通らなくてさ、うん、あれ失敗したら左側にピタって止まるまで待った方がいいかも。なんかゆっくり戻るからカードが。なるほど。っていうのを思いついたから鳴らした。ありがとうございます。アイセンさん、はい、それもしかして僕ですか？はい、そうです。はい、そういうアイセンさんはどうなんですか？何がですか？アイセンさん、インポスターですか？どうしたの、仲悪いの？カウントしてきてるよ。いや、何もないですよ。何もないですよ。何もないですよ。え、あら、仲間がいる。あれ、俺ではない。アイセンさんに入れたのはホロさん。アイセンさんに合わせたもう一人がインポスターで、二人でインポスターコンビってことですかね。あ、人の流れが全然わかんない。何これ、
ー絶対死ぬと思ったー。くっそー長かったなー。はい、今エレキで治りましたっけ。治りました。うん、治したら誰です、うん、はい、もいもいさんです。もいもいさんとアイセンさんもいた。俺とホロンさんはもいもいさんが直してるとこに行きました。はい、あ、なるほど。じゃあ、まあ、最終値エレキ、はい、俺とアイセンさんはもうニコイチでずっと一緒にいる。で、まあもいもいさんも直しましたと、はい、で他の人はで、ソスさんがコミュニケーション、ストレージ、エレクトリカルぐらいにいます。はい、あとは、見てないです、他は。ヘンリーさんとポコはずっとアドミンですか。はい、ほぼ同じ動きをしてましたね。ずっと同じ動きですね。はい、ニコイチエロッと出せる情報ないわ。最後一人でウェポンズからし、エロちゃんはの方に降りて、それカメラで見てました。あ、エロちゃんっすね、ベントで飛んだんで。どこ起きる、あれは神下がメドベイ、メドベイから、セキュリティに飛んだ瞬間を見ていて、はい、で、それを先に出したら嘘つかれるんで、全員の位置先に、ね、まあですよね、はい、で、私エレクトリカルの上の方のタックをやってたんですけど、まあまあまあ、ベントが、セキュリティのベントがパカッのを見た気がする。あ、なるほど、はい、うん、まあ、これはそうだろうなと思いました。これは無理っす。ナイス。すいません、相方の方。え、ホロンさんです。え、やっぱりさ、エロちゃん、エロちゃん、エロちゃんさ、ね、んさ、サボタージだけは、サボタージだけはいっぱいするから、ごめんごめん。いや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 、飛び出しちゃった。違う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 。本当ね、マジやったなと思ったね。申し訳ない。じゃあしょうがねえな。ホロさんごめん。頑張って。頑張って。違う、俺じゃないよ。俺じゃないよ。いやあれ間に合わんね。絶対間に合わないです。あれ間に合わんね。いや、俺さ、だからずっと避けてたんだよね。あ、そうなんですか。だけど、直前に入ってる人いなかった。いたいた。その人が大丈夫だったから大丈夫かなと思って入って、ウォーカーさんが入ってて、俺それ見れてないんですよ。あ、そうなんだ。そう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 、だからタイミング悪かったのか、まあ、てか、釈迦さんは狙ってましたね、割と。あ、俺を。はい。あ、結構狙っていきましたね。やめてよ。あの、結構カメラ見るじゃないですか。カメラの情報俺撮りたくて。ああ、はいはいはい。だからやっとかないとなと思って。なるほど、ね。アドミン情報は別にどうにでもなるんで。はい、はい。と思ったんすけど、アドミンにやられちゃったわ。ヘンリーさん上手かったな、言うと。はい。はい。はい。まあ最後ちょっとエロちゃんがもう自白しちゃってたんで諦めて。まあそうだね。はい、ホロさんを釣るなら俺が押した方がいいか。待て、後悔するよ、これはマジで後悔するよ。引導を渡すのはアイセンさんと。後悔するよね。いや、待て、アイセンさん俺のこと釣りたがってるけど、いつもこれは本当に後悔するよ。後悔。はい、職人はアイセンが。いや、待て、俺が見ています。横でもう刀構えてる、もうアイセンさん。君たち、あの、インポスターの言うこと信じるってマジ？俺が見取ります、ね、インポスターの言うこと解釈君たちさあ、後悔するよ。インポスターの言うこと信じたこと後悔するよ、本当にね。すまん、俺もう刺しちゃった。いや石投げてる、もう石投げてる。ね、ポコさん、モイモイさん、ヘンディさんはもう安らかに、ね、スキップしてくれますよね。スキップ俺2本目のやり刺しました。いやスキップしました。いや、これ、インポスターの言うこと聞くっておかしいって。おかしいだろ。槍が5本刺さった。なんでインポスターの言うこと聞いてんの。後悔しろよ、お前ら。受けるな。いや、おかしいってこれ。終わんなかったな。かわいそうに。R.I.P. エロちゃん死んでも人生きるできるの。強いわ。いや、ごめん。あんな刺さると思わなくて。もう笑うしかねえや。ぶっ刺さった。ぶっ刺さってた。
刀抜く人いたもん。拝借しますって。ちなみに相方誰なんすか。ソッサンです。ああ、ソッサンか。さあ、動きかぶっちゃったからいつもこういう発覚してから、そういえばって気づくことめっちゃあると思うけど、ソッサン黒の時結構喋んないよね。ああ、そうですね、確かに、結構息潜めてる感ある。彼本当に素で嘘がつけない男だから。セキュリティの前でもいむいさん死んでましたね。フォローさんについて特に何もないですよね。あべ、ミュートが壊れてる。もうなんか、いや、あれは別に、あんま後悔もしてないし。そうですね。あ、ミュートが。フォローさんだし。やばい、これ言っちゃうんじゃないか。は どこに。あ、ヤブちゃんは見つけてんのか。はい、もえもえさん。もえさんミュートになってないんで気をつけてください。じゃあ、あれか。ソス君はどこに。私、あの、O2 の方に直しに行こうと思って。今、俺もそれぐらいですね。ストレージとか今、チャットしたけど、多分間に合ったか。まあ、もう一郎決まっちゃってるから、最悪ローラーしてもいいけど。あ、どの辺なの、最後。O2 のあたり。ああ。でもなんか、ポコさん。O2。いやもうね、ヘンリーさん白いですけどね。そう、ヘンリーさんと動いてた時に、うん、ヘンリーさんもそうだけど、はい、一緒に動いてんだっけ。絶対キルできた。じゃあソッサンか。うん、ソッサンです。俺とアイセン一緒にいたんで。そうなんですよね、うん、はい。あ、そうなんですか。俺アイセンさんかなと思ったんですけど、うん、一瞬。いや、多分これに関しては絶対できない。あ、そうなんだ。じゃあソッサン入れますけど、割と右ダメだと言ったような。タバ場合はアイセンさんかな、うん、そうっすね。多分だじゃあ終わります。はいはい、まあ、終わんなかったら、はい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 、ナムナム、みんな色が変わりまくってる。まあ終わんなかったら後悔ということ。そうですね、はい、そうですね。でもこれのきちー、まあめんそっ、終わんなかったらね。そんなにキル取れてないからね。もうね、ヘンリーさんにあの話出された時点で俺負けたって思っちゃったそう、みんな色変わっちゃってるから元に。そうそう、一回コロノさん申し訳ない、あのボット再起動しないといいですか。はい、わかりました。いやアドミンから出てくる2人見た瞬間積んだって思ったもうマジで積んだ音がした。ごめんね、ソウさん。あれやっぱ弁当見てからじゃ絶対間に合わんわ。いいっすね、速攻エスケープ連打してキャンセルしたんだけどマジで。一応逃げようとした。逃げようとしましたね多分でも3歩ぐらい歩いたところで殺された。ラグあるから1歩ぐらいでしたね、僕からしたら。あ、しかもなんかあのあれね、ベントの方がその入り口側にあるからちょっと、うん、まあそうですね、うん、どっちにしても間に合わないあれ。まあでもミスずりなしの完璧なパーフェクトゲームでしたね。よかった。ミスずりなし。よかった。そうだね。後悔して欲しかったな、俺は。全くなかったね。まあ適当です。100%。ミスはなかった。一人、もう一人押したの誰でした？あ、俺です。なんかあそこまで誘導しといて自分はやりささないっていう。やっぱそうか。まあそういうやつだから。人に刺して殺させる。